抑えつつ、さあ赤番を過ぎてさらに前段へと進出、竹山啓太が抑えていきます。竹山が切って三好陽一すんなり下げた、しかしそこを清水剛が叩き返していく。ジャンマイにコーナー、ことこはジャンマイから抑えていきます。清水剛が今日も果敢ジャンマイから抑えていきました。これで中段が竹山啓太、一旦ペースは流れていく。三好陽一は今日も下げて後方に待機。3コーナーから4コーナー、まだスローピッチ。さあ清水剛、こうなればマイペース、清水のマイペースで最終ホーム、後続自力での反撃はどうでしょうか。最終ホームを通過して、これは清水剛マイペースの先行になっています。中段は竹山啓太、ピッチが上がっていく。三好陽一は縦一本7番手、2コーナーからバックです。さあ逃げる清水剛、好展開地元勢ですが、ここで竹山が勝負を仕掛ける。竹山の先まくり3番手から2番手ですが、ここでちょっと勢いはなくなっている。三好陽一がこの辺りで反撃、中段から前段に迫る、打ちをついた金子修一郎、直線コース。さあ先頭清水剛粘っていく、清水が先頭、しかし好展開萩原、後ろから三好陽一。どうした、はい、お疲れ様です。どうした、ボールでいいですか。どうした、すいません、俺が残せないよ。どうした、どうした、どうした、ごめんな、聞こえてたろ。じゃあ僕も4番やったもんです。7とかが俺みたいにうっとしいもんね。俺もちょっと張り上がった。ありがとうございました。ただバックあたり過ぎて、こう後方バックですよ、せいや、もうやばいかなっていうのは、まあ、もう吉田も足使ってないし、うん、僕も全然足使ってないから、あどっかでは行くだろうと思ってたんで、はい、ちょっとまあバック過ぎでちょっと内か外か迷ったんですけど、まあ、三好さん踏んでたんで外行ったら、うん、まあ、1はなくても2、3はっていう感じで踏みましたね。まあ、すごい大外の、ね、そうよく食らいついて、まあ、よかったです。しかもワンツーですか。そうですね、いや、オープン見たら一番人気だったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、うん、4番が、はい、もう、どうすんやろかって、4番、
街みたいな感じになってしまって、うん、そうですね、展開的にはダメだったんですけど、結構こうあれでしたね、後方でしたね。うん、まあ4番の仕掛けがあったら、うん、なんとかなるかなとは思ったんですけど、うん、